失礼だ。びっくりした。はい、エアでーす。メイク始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。本日エアさんの毎日メイクの実況を担当させていただきます、マンプクコです。ちょっとなんかいやらしい名前ですね。いや、私昔からいじめられてて、それでそれだったらマンプクコにしてもいい。じゃあマンプクコでございます。ありがとうございます。はい、油谷少なめです。あ、もちろん違う。ぜひ皆さん、油少なめさんです。よろしくお願いします。今回はですね、あやさんの毎日メイクということで、はい、なんですけどね、なんか挨拶してないですね。確かによくないと思います、それは。はい、ちょっと一個いいですか。はい、あ、ちょっと爪切り貸してください。全然いいですけど、どうされました。ちょっと足の爪が伸びてきて。あ、どれどれ。ちょっと切りたいな。それはもう狂気でございます。はい、ありがとうございます。気をつけてください。それでは早速見ていきましょう。何でしょうか。早く言ってもらって。言って。何それ。お、言わないかい。これは日焼け止め。あ、ちょっと聞こえなかった。こんな感じで。あ、こんな感じ。多分日焼け止めが入っている下地ですかね。なんか上から虫みたいなのがぶら下がってます。虫かもしれないです。虫です。これは虫かも。下らしい。共存しているらしいです。下のよ。したら。ベニークッション。同じで。あ、エチュードハウス。これアサミに教えてもらったやつ。これを次顔全体に伸ばします。叩きます。思ったんですか。お、みんな使ってるね。やっぱりいいものは、うん、ね、あの、共有していただかないといけないな。すごい海賊に見える。髪の毛のロン毛感。こちらのファンデーションを塗っていきます。濡れ感と長さといい。真っ白海賊ロンゲーなんです。人の肌の温度によってスポンジ汚いですね。これは、ね、スポンジは汚いですね。とっても茶色。伸ばすと茶色じゃん。多分スポンジのやつがついてると思いますね、これ。目も思います。あ、ま、油も思います。乾燥肌の1人目。ほらね、この状態で色変わってないってことは、今こうやったやつが前のやつがくっついてるってこと。残りだね。そうです。汚い。汚いです。汚いです。汚らしい。アイプチしてない目はこんな感じ。メディアアイブロウペンシル。横目で見るのやめていただきたいですね。ちょっと感じはないですね。やっぱちょっと海賊感というか、確かに。てか単純に疑問なんですけど、この方っていつまで長袖なんですか。もうすぐすぐ暑いと思うんですよ。しかもね、あの前のやつがちょっと喋ってないで。この方はですね、あの、洗濯してて分かると思うんですけど、うん、着てる素材が使ってるんですかとかめちゃめちゃ聞かれるのでお答えしていきたいと思います。フリース素材の着てらっしゃるの。熱い。こちらメザイクフリー、なんていうの、メザイクフリーファイバー60本入り。これを使ってます。ずっとこれ。いや、伸ばしてね、感じのやるとこが見えてないんですよね。すごいすごい、見てください。そしたらこの端っこをハサミで切る。そしたらこの棒ついてくるから、これでなんか端っこの部分とかこうやって押してあげる。すごい。なんで二重なのにアイプチするんですかね。なんかやっぱ海賊だからじゃないですか。ああ、そういうことですか。こんな感じ。てれん。こんな感じ。ぶってますね、こういう通常ぶってます。ぶられてますわ。海賊にしか見えない。あんま濃く塗っちゃうと、何か寝不足ですかっていう目になっちゃうから。もうなって。したら、これはもう使わない。終わり、以上。次ケイト。どこスーパーサムライ。どこに次。ママの盗んでからこれいいなと思ってちょっとこれ使ってる。ケイト、この人は盗み癖。アイライナーはメジで描いてます。あ、気をつけてください。わかりました。なんか跳ね上げず下げずみたいな、なんかふっみたいな。これはキートダブルラインエキスパート。これ私も使ってます。あ、本当ですか。これで
失礼。あの失礼だ。今のは今のは失礼だ。見て見かってゲップを放つな。基本見づらいね。そうですね。こんな感じ。セザンヌシルクタッチチーク02コーラル系なんか目尻にこんな感じ塗ってあげる。なんか変わってないんですよね、色がアイシャドウ塗ってるかなっていうぐらい薄いルック。あ、でもこれはエチュードハウス、これ買ったところと一緒のところ、このさっき塗ったところの上にこうやってこれ色変わってますか？濃くなっちゃう。どこが？じゃない。濃くなりすぎないように。変わったんですか？こんな感じ。もうちょい塗ってもいいと思います。もうちょっと行こう。もう少し。もうちょい行こう。どんどん。行こう行こう。あとちょっと。ビセリシアのやつを。でもこれ結構濃い色入ってるから。ですね。使ってくれるんですかね。この目の。涙袋の真ん中にこうやって塗ってあげる。白のキラキラです。白ですね。で、そしたら眉毛あげる。眉毛あげます。まつげあげる。ビューラーで眉毛あげるそうです、うん。これもずっとこれ使ってる。もうないんじゃねえかな。あるって思いながら使ってる。買ってください。もうエアって地まつげ長いよ。確かに。うん。イニスフリートゥインクルグリッター2コールドの方。ここにこう塗って、コールドではなくゴールドです。寒い方です。コールドの方見えてんのかな、これ。ここにもこうやって塗ってポポポポポポポーってして、マイちゃんずっと口開いてますね。結構そうですね。あと鼻の穴も開いてます。結構地味にずっと開いてますね。じゃあクリオのアイシャドウ G10G10 です。でさっき塗ったオレンジのところにこうやってポン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 って重ねて、なんかポン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 じゃない、ポン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 ってこう口が青っぽい。パパパパパパパ青っぽいね。うん、そういうの基本的に青っぽいのが売り。はい、売りなんです、この方。なるほど。なんか暗いぞ。次はこちら、こちらまたまたイニスフリーノーセバム ブラバクト N です。こんな感じ。これでも本当にいい、なんかまずいい匂いするのと、それパフ汚いんですよ。洗ってほしい。洗わせましょう。基本的にパフとかそういうね、一番自分のものが汚いんですよ。汚らしいです。これはね、乾燥しない、ちゃんと洗いなさいね。ですが洗って、そうそう、ね、うん、先ほども登場したアートクラッシュバイロナルシェーディングをシェーディングしていきます。またゲップしたこの野郎。そしたらここちょっとこけましたね。こけた、こけたよね。突が出た、こけたで、あ、こけたで、ここにもこうやって塗ってあげる。なんか三を描くようにするといいらしい。なんかこうやって見てくると、なんかさっきの目元、うん、あ、濡れてたんだなって。やっぱ目だけだと白すぎて顔がなんか飛んでたから、わかる、だんだん分かってきました。そしたらまたこのこれ使って、こっからこう、この下にも同じ色を塗ってあげる。で、ここはなんかもう色は濃くていいと思うんだよね、エアは。誰か喋ろうか。セザンヌパールグローハイライト01番。みんな使ってるね。失礼します。ハイライトも大事。エアは結構骨格メイクが丁寧、です。凹凸を作るのがね、うまい。でも体に凹凸がない。あ、シェーディングしてあげる。ハイライト。ハイライト。うん。
ハイライトここで、うん、シェーディングここ、そう多分そしたらね、うん、こことここに黒くもう塗ってあげて、炭で塗って、そう炭で塗って、で、あのこのセザンヌのやつ1個使って、うん、あ、ここ、ここにもう塗りたくて、それで1個つけすぎ注意。でも私このセザンヌ使って鼻整形したっていうコメントが増えました、うん、いいことになって、すごいことじゃん、はい、疲れて見える顔とか寝不足の時とかあるじゃん、そういう顔もここにこうやって明るい色を入れることによって顔がパッと明るく見えるらしい。さっきのチーク、あのアイシャドウに使ったやつの、なんか基本的にエアさんってここ行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 ってが多い。ずるずるしちゃうね、うん、すごく。うち基本こう行くタイプなんですよ。から一回やったら眉毛あいここやってチークやってラストに2分なんですけど、エアさん眉毛行って口行って、だって今リップ塗るのやったんだったらリップ塗っちゃえばいいのに、うるずるしちゃいがちです。肌先にも塗ります。マックのリップスティック日本っていう色、日本すごくない？なんか今までこれ使ってたんだけど、セザンヌのオーアレチはめちゃめちゃリピしてたんだけど、その色と似てる色を見つけた。こんな感じの色可愛くない？日本だよ、みんな覚えて。金持ってますね。ちょっと同じ色でいいなら、そっちでいいのに。プチプラでいいのに。いや、いやらしい。プチプラの有能さを知ってるくせに。厚塗りしても甘くならん。うん。ディオール、あ、出てきた、出てきました、待ってました、ドルコーラル、ディオールの女とお呼びください。お願いします。はい、こんな感じです。はい、というわけで皆さんにご覧いただきましたエアさんの毎日メイク、いかがだったでしょうか。まあね、あのアサミさんとかユランさんに比べたらちょっと薄めというか、やっぱりその自分の顔の骨格を大事にされたメイクということだったんですけれども、まあ、シェーディングはうまいということで先生から見ていただくと、まあ、先生はね、わかんないけどって言いながらやってましたけど、はい、でもやっぱりシェーディングの力をやっぱそんだけ持っているなら体に凸をつけていこうかなとちょっと考えたところですね。やっぱ応用した方がいいです。もう一つ、エアさんに言っておきたいのは、あの順番はあの上からやってた方が早いかもしれないかなって。もう一つ言っておきたいのが、パフとかスポンジはちゃんと洗おう。あの、洗ってますか？洗ってません。大丈夫ですか？最近私はね、あさみちゃんの影響で結構洗うようになったんですけれども、洗ってますか？エアさん、結構な黒さです。衛生面に。気をつけて。気をつけて。お願いします。お願いします。皆さんぜひ。エアちゃんの毎日メイク参考になりましたらグッドボタンを、そして高評価お願いします。そしてグッドボタンもお願いします。何かご意見ご指示ございましたらコメント欄にお願いします。続きはウェブで、ウェブだと思うの。多分生理周期の前半頑張ったのでちょっと一休み、体と心の休養が必要な時期です。スケジュールを見直して今日は知人と